ターバインが出た頃って、はい、1回の大当たりで2400発獲得できる台も結構あったんですよ、ね、お願いチャンス来ました。皆さんこんばんは、シーサです。トミーです。こんばんは。トミーさん今日もお疲れ様です。お疲れ様です。さあ今回は、はい、こちら兵庫県神戸市の木工な井川谷店さんにやってきました、はい、2度目のそうです、ね、収録となりますね。こちらでは先月8月は周年ということ で、ね、あの特集いただきましたけども、あ、はい、そういえばこちらにもありますけれども、そうです、ね、17周年ということでこと、はい、今年の8月は、はい、いかがでしたか。やっぱりいやー本当に盛り上がりまして、あ、たくさんの、まあ、本当にお客さんたくさんいらっしゃいまして、おかげさまでというところで、いやーやっぱり地元の方は知ってらっしゃいますよね、もうたくさんの方に祝福していただいた、そんな感じでございます。それは良かったです、はい、この番組でもねちょっとお知らせした回があったと、取り上げていただきましたんでいうことで、はい、まあ、あの無事に17周年を迎えられた井川谷店さんなんですけど、はい、じゃあ17周年終わったのになんでここに来てんのっていうことですよ。これ配信が9月のまあ中旬ちょっと前ぐらいなんですけど、はい、まあ、9月といえばですね、言えばです、9月といえばですね、そうなんです、ファンカン、ドーン、今ファンカンって言ってますよ。そうですね、ファン感謝デー、ファン感謝デーですね、はい、いやそんなのどこでもやりよるやんって思われたでしょ。いやいやいや、キコーナさんのファンカンは一味違いますよ。もう何が違うってこう言いたいことたくさんあるんですけど、ちょっと特別にね今年のファンカンどんなラインナップか見せていただいたんですけど、まあすごい、50型テレビ、32型テレビ、お掃除ロボット、ルンバ、空気清浄機、ダイソンのファンヒーター、食べ物もいっぱいあるし、とにかくねあのちょっと詳しくはねあの来てのお楽しみなんですけど、まああのトミーさんエリアのこの井川谷店さんだけじゃないんですけどね。そうですね、まあやっぱりそのまあ全社としてファン感謝デーにすごい力を入れてるんですけどもらしいですね、はい、あの僕らのイメージだと、うん、どうせファンカンってあれでしょ、うん、決まった時間に抽選してくじ引いて当たったらなんか当たるんだけど、大して当たりも当たったことねえし俺みたいなね、そうそうそう、ないんでしょってパターン多いんですけどっていうイメージなんですよ、はい、僕も、はいはいはい、ただ木コーナさんのファンカンは一味も二味も違うということです。これねすっごい数用意されてるので結構当たる方も多いと思いますし、なんと今年のファンカン、9月の19日土曜日から、ね、はい、25日の金曜日まで1週間ですね。普通ファンカンって言ったらまあ3日長くて4日かなっていうところを、今年はなんと9月に1週間開催されますので、平日しか来れない方も週末しか来れない方もチャンスがありますし、毎日豪華商品が当たるチャンスがあるということでですね、ぜひこの木工な井川谷店さんのファン館、ホームページとか店内のポップで確認していただいたらなと思います、はい、でこれだけねトミーさんがうちのファン館違うよって言ってるんですから、そりゃあねスタッフの皆様のお客様をお出迎えするこの姿勢もいつもとは違うはずですよね。そうでございます、まさにそうでございます。ファン館っていうぐらいなんで、はい、お客様への感謝の気持ちが溢れてる1週間って言っていいんでしょ、はい、そういうことですよね。もうその通り、その通りですよ。そういうそれ以上言いようがない、言いようがないですよね、というわけで9月19日からのファン感謝デー1週間ありますので、はい、ぜひですねこの木工なグループさんの、抽選時間とかどんなことやってんのかとかその目でお確かめいただきたいと思います。本当に足を運んでいただいてご確認いただきたいと思います。そうですね、はい、そしてもう一つ、はい、今回井川谷店さんにやってきた理由がありまして、なんとこちらのお店には、はい、とても人気の機種なんだけど全国的には設置店舗がどんどん少なくなっている、いわゆる絶滅危惧種と言われるですね、人気機種がある。私は勝手にそう呼んでますけど、はい、やってまいりました、はい、というわけで今回、まあ、瞬発力のある機械なん で、 そうです、ね、ちょっとね、瞬発力のある機械でバトルなんかしてみたいなということ で、はい、いいですね、今回のバトル、はい、超イダテン対ダンバイン、こちらでいきたいと思います、はい、はい、そんなわけで早速実践の方に行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。さあトミーさん、はい、
では今日はちょっとね場所が違うんですけれども、遠隔で声をお互い聞きながら打っていきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。まあなかなかねこのダンバインと超威打点を同時に打つっていうのはそうですね、この大きな戦いってなかなか、うん、ありそうでないですよね。そうですよね。やっぱり今回この伊川谷店さんに来てやったっていうのはさっき言った通り、はい、この伊川谷店さんにはこのダンバインの319があるということを知っていただきたいと。そうです、いうことですね。はい、設置台数こそ少ないものの人気はまだまだかなり高いですよ ね、 すね、はい、まあ、設置台数が少ないっていうのも、はい、やっぱり部品がですね、どっかの部品が潰れてしまうと、はい、もう動かせなくなっちゃうんですよね。その部品外も発注できないっていう生産中止になってるっていう状況なんで、はい、なるほど。じゃあもう今ある機械をそのまま使うしかないっていう、はい、そうです。もう故障してしまえばそれでおしまいという状況です。そうですよね。ただダンバイン自体は来年の11月ぐらいまでは稼働させれる機械ですもんね。そうなんです。なんですけどもそれまでに故障してしまえば、はい、その時点で終了という形ですね。 お役ごめんということですね。そういうことです。なるほど。じゃあもう打てる間に打っといた方がいいですよね。いや本当にそうですね。そうですよね、はい、ぜひどこかでダンバイン打てないかなと思ってらっしゃる方がいればお近くの方はぜひですねご来店いただきたい、はい、さあそして私が打ってるこちらのCR 生戦士ダンバイン、今打ってるのは 319.7 分の1のタイプの機種なんですけれども、はい、まあ、初当たりの 50% でダンバインラッシュに突入すると。でダンバインラッシュに入れば80回転の ST タイプなんですけど継続率が約 92% と言われてます。で今トミーさんが打たれてる超威打点、はい、そちらが継続率が約 93% ということで、まあね、どちらも瞬発力のある台、継続率の高い台ですけど、じゃあどっちが出るんだっていうのを今日ねちょっとそうですね、検証できたらと思ってます。まあ、元祖瞬発力系と言ってもいいぐらいですからね、お見せしたいと思います。まあ、元々のスペックがね、はい、一種二種と、これは現在一種二種混合タイプですし、ダンバインは ST タイプなんで、あ、そうですね、まだちょっとタイプが違えど継続率はほぼ一緒というところですから。そっか、はい、ゲンさんは一種にしたけどこれは一種二種じゃない。そうなんですよね、なくてこのスペックなんですよね、はい、すごいですね。すごいです。まあそれこそ巷ではゲンさんとダンバイン掛け合わせてゲンバインってよく言われてますから。ゲンバインってすごいですよね、そのネーミングセンス、ね、うまいことをつけたなと思いますけど、まあ、そんなこの2機種の戦いですから、そうですよね、もう本当に、はい、楽しみです。シーサーさん、ダンバインで一番出したんでどれぐらいですか？ダンバイン一番出したので2万発ぐらいですかね。でもすごいですね。いや、最高でですよ。最高で早かったですよ、それも、1時間かかってないんじゃないかな。ただやっぱり掲示板なんか見てると、はい、50連とか60連とかありますからね。すごいですよ。それはそうですよね。92%、ね、伊達じゃない。まあやっぱりあと時代の流れってありますよね、はい、どうしてもやっぱり ST が受けてる時と、はい、いやいや今みたいに一種二種混合の方がいいんだっていう時と、ありますね。まさにこのダンバインが出た頃っていうのは ST の全盛期というか、そうですね、もうとにかく ST が流行った頃でしたのでね、でもダンバインすごいですよね。まだダンバインが出た頃ってバリバリ2400発の大当たりが何ですか、結構厚め、そうでもない。ダンバインですか？ダンバインが出た頃って、はい、1回の大当たりで2400発獲得できる台も結構あったんですよ、ね、お願いチャンス来ました。お願いチャンス、これは可能性ありますから。あ、当たり早っ。もうちょっと、いやまだそんな回してないよ。いや、やっぱゲンさん相性いいな。いや
よう当てながらやりました。そんな簡単に当たる台じゃないけどなそうですね。でも問題はその後よ、トミさん、ここから60%、はい、ベランメイ、やっぱバトル告示いきますよ。キラキラのボタンが出ますように。いきます。何人、あー弱い、1000人でボタンは全部ノーマル。あら、ちょっと微妙、ちょっと怪しいです。まあ、早がけ勝負じゃないんでね。めっちゃ減った。お、まあでも 60% ならね、全然必要なくても。やっぱダメ。やっぱダメって。やっぱり言うな。あ、怪しい。厳しいですねこれ。おお、いった。これね、さっき34。はい。残り34、3よ。ああ、なるほどね、これは来た。いや、早いあたりからラッシュとは。お見事、3用で示唆されましたよ。すごい。さあ行きます。さあ、でも出玉対決なんでね、どっちが出せるか。ええ、シーザーさん、その前に当ててください。はい、あ、僕もチャンス到来。ハイパーゾーン入りました。さあ、ここね、ダンバイにオーラ注入して、まあ、結局役物が落下してくれば決戦リーチというところですね。決戦まで行けばチャンス。ハイパーゾーンはね、何度か当ててる演出なので、そこそこ、まさかいいんじゃないか。続け続け、やばいよ。超、え、いきなり、あ、いった。さあ、これでこちらもチャンス到来です。よし、いける、いけるで。さあ、来たぜ、ビルマイン系のリーチでございます。レプラカー対ビルマイン、まあ、ビルマイン系のリーチでは、まあ、一つ弱めのリーチになるんですけども、まあ、十分大当たりのチャンスですよ。さあ、追いつくぞ。え、マジで？よっしゃー！いや、何気にこっちも当たりそうですからね。お、そうですか。はい、これ今日ひょっとして出玉合戦になっちゃう。いやー、いいですね、出玉合戦。赤のボタンで頼む。いやー、ちょっとヒヤッとしましたけど、しっかり引き戻しました。さすがです、ありがとうございます。さあ、いけ、頼む、赤で来い、白か、アウト。さあ、こちらの大当たり、よしで、ラッシュ突入率は 50% ですね。さすが審査さん、やったね、追いつきましたね。追いつきました。いや、でもここからですよ、これ超えないといけないん で、ね、まあ、ギミック完成すればオーラボーナスならダンバインラッシュですね。オーラボーナス獲得しろ、赤、赤、おお、いった。オーラボーナス、これは面白いことになりそうだ。同じぐらいのタイミングでラッシュ入れましたよ。すごい、すごい、さすがっす。いやー、面白い、すごいな、現場員、現場員ですね、現場員。さあ、まさに現場員。これでいいタイミングで継続率 92% 対 93% の戦いということになりました。まさに実現、どっちが出せるか。そして、まあ、スピードではかなわないかもしれないですけど、これは面白い勝負になりましたよ。いやそうですね、はい、めちゃめちゃ早い。今ゲンさん見られてる方はゲンさんやっぱ早いなと思ってるかもしれないですけど、早いですから。さあ、いきます、ダンバインラッシュ、もうね、サクッと当たります。
もう無駄に引っ張られないっていうのがいいですね。まあさすがにゲンさんみたいに4回転勝負じゃないんで、まあ ST を程よく楽しめるですよね、80回っていうのは。私の方はですね、4分た経過して3000発超えました。当たれー。 ダメか。よし、当たれー。あれ、なかなか当たらんな。ちょっと心配になってきた。もう半分以上消化してます。お願い、お願い。あれ、ちょっと待って、あと30回転。いや、さすがに当たるでしょ。まあ30回転しかないけど、 32.4 分の1ですからね。頼むよ、青は弱いけども。あー、いかんて駆け抜けは 92% ですよ、継続率。おいおい、5回転。あー、ちょっと、あの、必ずラスト5回転はこの演出になるんですけど、いや、やばいな。え、言うて私もやばいですけど。ちょっとちょっと、マジか。アマデジじゃないんですよ、お互い早く当てて。やばい、あーはーはー、わお。え、何万発ですか。何万発ですか、トミーさん。4000で。何やってるんですか。すいません、何やってるんですか。 93% でしょ、そっち。いや、え、そっちはどうですか。残り2回転ですよ。マジでやばい、あと1回転です。マジか。うわー、こんなことあるんですね。いやー、これはちょっといかー、駆け抜け。何倍ですか。何倍に出ました。481倍。いや、逆にね、逆にっすね。ちょっと、いやー、びっくりしたな。ゼロ、さすがにラッシュ駆け抜けるとやっぱテンション下がりますね。いや、下がりますね。マジか、そんなチャンスは来ないですから ね、なんとも。ちょっとこう、言葉を失っちゃうような。いや、もう勘弁してくださいよ、また仕込んである台で出玉勝負とか。できれば自力で当てて、どっちがね、何万発対何万発みたいな、そんな勝負が見たいですよ。お、あ、リロック。何段階それ。2段階ですかね。お、ね、負けたくはないけど当たってほしい。これで疑似さん、ああ、今日で2位ですね、疑似2位。おお、あらあら、役物も動いた。もうバトルは確約されてるわけですよね。おお、疑似さん行っちゃえよ。だいぶ静かな時間続きましたけど、一気に、お、ダンが出てきた。あ、行くんじゃないそれ。お、よっしゃー、極限部。おお、今夜2回目。今夜2回目、言い方。今夜2回目。いやー、嬉しいな、カンナちゃんに2回目会いました。いい声、いい声。
バー当てちゃっていいんですよ。はい、当てましょう。その先が大事ですよね。そうですね。さあどこ行く。下手な大阪弁は勘弁してくれ。お口悪いな。クソ大工だって口悪いよ。よっしゃ、おータンが来た。熱いぞこれは。それはもう期待度 70% オーバーと言われてる、ね、当たるんじゃない。これはいけるっしょ。ジャパニーズかわいい、なめんな。いやー口悪いなその口悪い、口悪いよ。お仕置きや。先に言います、おめでとう。やっぱやっぱですよ。 やっぱ相性いいんでしょうね。やっぱ相性いいっすね。もう当てるわ、うん、さあさっきのリベンジできるかどうか。そうですね、頼む。 60% 取ってくれ。そこは嬉しい。さっき見てね、また3位ね、34体とか。あー熱いパターン来てほしいですね。出たらいいな。おしカットイン。そうでもない、そうでもない。カットインするほどでもない。あかん、まだ100人以上。おおマジか。普通にそれでいく2連続。今日のトミーさん強いわ。ちゃいますよこれ。なんかちゃうぞ。さすがにさっきみたいな結果にはならないでしょう。ってことはさっきと同じ流れなら4000発いやいや、こっちにも当たりが来るってことですよ。あーなるほど。あ、そう、あそうですね、はい。もう4000発。トミーさん引いちゃってくださいよ。いいんですよもう。いや気づきました。さっきもねトミーさんが当たるのちょっと待ったんですよ。なるほど、なるほど。あ当たったらよし当てようと。じゃあお願いします。かしこまりました。だから意外とゲンさんはまあその辛い部分もあるんでしょうけど、1000回転を超えるようなハマりがポンポン来るイメージは全くないんですよ。確かに初当たりは数百回転でやっぱ引けてるんですよね。この間のカッコアテさんの履歴を見ても、はい、そんなにね1000回転超えてる台は見られなかったんで、まあバランスよく当たってくれる台なのかなっていう印象ですね。当たりは確かにちゃんとあるですよね。そうです、うん、ただやっぱり 60% 取れないと。そうです、まあ、そこで手玉しょぼいので辛いっていうだけで。さっき4000発の当たりの中で、はい、9ラウンドが1回もなかったんで、はい、1回ちょっと引きたいですね今回は。あ、うん、そうですね。お、おいおい、よしよし1まで行くとちょっとヒヤッと、彼女のあのアングルがすごい好きです。もう見るところがすごいですよね。メーカーさんってやっぱね、もう男性が好みそうな、はい、そうですね、演出をね作ってこられますよね。あのホットパンツであのアングルはダメですはい、9ラウンド引きました。お、早速今回は引けましたね。いいかも。お、カンナちゃん、よし。いや、なかなかその早いあたりでしかも2回ともラッシュに入れるってですよね。なかなかないですよ。おー、ちょ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 、おい、まさか。おお、やめてよ。さっきより少ない、さっきより少ない。ちょ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 、
あかん。あかん。おっしゃー、しのいだ。今回はやっぱり人違う。耐えましたね。耐えました。いやそれね、そこで耐えた喜びはめちゃくちゃでかいですよ。でかい、これでかい。おおおお、寝てろ寝てろ。そりゃそうでしょう。まあなんとか前回4000発超えました。お、じゃあそこから新記録樹立を目指して。そうですね。まあでもトミーさんの新記録って言ったら3万発ですからね。3万4000発超えれますかね。ご自身の記録を超えるのは相当難しい。相当ですね。でもその記録を超えるとするなら営業中のホールで超えてほしい。ですね、できれば。はい。それがありがたい。普段は打ててないって言ってますけど、はい、結構焦ってらっしゃるので閉店後に、あんまり打ててなくてもだんだん超イタテンのこと分かってきてますよね。いや間違いなくだいぶですよ。だいぶ分かってきてますよね。よし、嬉しいですね、これ。ててててててっていうの音が気持ちいいんですよ。たまにね、海物語シリーズと同じ音が出るんで、ちょっとそうですね、お海かっていう、はい、その時ふと、あ、3、4、3だって間違いない、戻りますね。はい、おう、よっしゃ、今17回目の大当たり。あ、えい、手玉的にはもう5000発ぐらい出てるんですか。すいません、もう7400発。あ、もうそんな出てるんですか。はい、やっぱ早っ。経過時間は9分、もう間もなく10分。はー、恐ろしいね。おー、すごい。やっぱそれアドレナリンが出る台だな。この音なんか死に戻りみたいでいいですよね。死に戻り、でででででで、いきなりリベロが出てきた。はい、ハセパーツ、さすがやな。はい、おっおっおっ、そのアングルはええけど。さあ2回目のファイナルジャッジですか。1万発は超えてほしい。そうですね、これな、僕オカルトかもしれないですけど、これ、はい、回転数が、はい、この遠征2回の、あ、そういうことか、なんもないです。4回転なのに、あ、厳しいっぽい。あ、まあ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 、しゃあないわな。まだわからん。出んのかい。あー、8000発ですね。まあまあまあ、まあでも時間ですよ、8000発出すのに11分です。11分、はい、相変わらずの速さ、素晴らしいですね。素晴らしい。その8000発が決して大きく見えないあたりが超イダテンのまたすごいところなんですよ。わかりますよ、この間トミさんが3万4000発見せちゃったんで、それに比べたらですよ、ね、ちょっと少なく見えますけど。確かに。ちょっと怪しいんで、ちょっと怪しいんで展開が、ちょっと手入れしていいですか。そっちも手入れしませんか。あ、いいですよ、はい、もう一回行ってラッシュに入れたらそこからまたみたいな感じで。手入れで当たりまでと思ったら本気最強のリーチに行きました。オーラボーナス、よし、たーよし、たー。さあ1回目は単発終了と残念なラッシュ。完全に今締めに入ってます。